GNU サバンナは、フリーソフトウェアプロジェクトのための共同型ソフトウェア、開発管理システムを提供する、フリーソフトウェア財団のプロジェクトである。現在は、CVS、GNU アーチ、サブバージョン、GIT、マーキュリアル、GNU バザール、メイディングリスト、Web ホスティング、ファイルホスティング、バグ管理サービスといった機能を提供している。サバンナは、 sorceforge.net u、r C e F o r g e. と同じソフトウェアをベースとしたホスティングサービスシステムであるサバーンを使っている。サバンナのウェブサイトは2つのドメイン名に分かれており、サバンナ n n u o r g は gnu プロジェクトに公式に含まれているソフトウェア用、サバンナ n n o n g n u o r g はそれ以外のソフトウェア用になっている。 s, s o u r c e f o r g e n e t とは異なり、サバンナはフリーソフトウェアプロジェクトのホスティングのみを対象としていて、フリーソフトウェアだけをホスティングするためにフリーでないフォーマットの使用を禁じるといった厳密なポリシーで運営されている。プロジェクトを登録する際、登録者はそのプロジェクトがどういうフリーソフトウェアライセンスを使用するかを宣言しなければならない。 2004年、セキュリティ問題とサバンナのハッカーチームが辞めたことから FSF は GNU サバンナをサバンナソフトウェアから Go4j ベースに移行すると発表した。これはコードベースの保守ができなくなるという誤った推測に基づいた判断でサバンナを利用するハッカーらが抗議し、その移行計画は取りやめになった。サバーンは フリーなウェブベースのソフトウェアホスティングシステムで GNU サバンナのサイトで使われている。GNU プロジェクトのサバンナサイトは当初ソースフォージを使っていた。しかしサバンナサイトの構築が完了した後でソースフォージはプロプライエタリーソフトウェアに変更されてしまった。フリーソフトウェア財団のサイト管理者はサイト運営を続行するためそのソフトウェアのホークを行った。 当初このフォークは単にサイト名と同じくサバンナと呼ばれていた。その後ソフトウェアとサイトを区別するためフランス語でサバナを意味するサバーンに改称した。ありがとうございます。